ヘレフォード、ヘレフォードは、イングランド西部のウェストミッドランズにある都市で、ヘレフォードシャーの州都、ウェールズの東2 6トル、ウースターの南西3 9トル、グロスターの北西3 7トルに位置し、ワイカワに臨む。人口は55,800人で、州内最大、ヘレフォードとも表記される。ヘレフォードのヒアは、 アングロサクソン語で、軍や兵隊を指すとみられ、フォードは私場を意味する。地名の由来がこれで正しければ、ヘレフォードは、武装集団が、ワイカワを渡る地点だったことがある。ウェイルズ名は、古い道という意味の変ド度で、これは、ローマ街道や、郊外のストレットンサグワズにある古代ローマの入植地を表すと思われる。1189年、リチャード世から、 ウェールズのヘレフォードとして自治が認められた。かねてより都市と認められてきたが、正式に市となったのは2000年10月のことである。現在は主に農産品の小取引の中心地として知られている。シードルやビール、革製品、ニッケル合金、課金、化学製品、有名なヘレフォード市をはじめとする家畜などを算する。 ヘレフォードは676年から688年までの間にヘレフォード司教のプッタが本拠地としマーシアとエールズを結ぶ用地として成長を8世紀初めまでに西マーシアにおけるアングロサクソン人の仲地となったアングロサクソン人とエールズ人の間の確執は760年のヘレフォードの戦いに発展しこの戦いで ブリトン人はイングランドによる支配から解放された。アングロサクソンのエドワード・ザン・エオーと衝突していた1056年にも、ウェールズ人は、バイキング連合軍やグーイン・レズイコール・ポーイス王・オー、グリフィズ、アプルウェリンと手を結び主害に侵攻、撤退直前に火を放った。現在のヘレフォード大聖堂は12世紀に建てられた。歴代のヘレフォード司教には、トマス・カンティループや、 王室の大倉教も務めたトマス・チャールトンなどがいる。パリのメゾンイコール・ワルフォールとアルフォール・ビルの地名はヘレフォードに由来するが、これは13世紀中央にヘレフォード司教のピエール・デグ・ブランシュが邸宅を建てたことにちなむ。歴代ヘレフォード博の本拠地には、かつてウィンザー城にも引けを取らなかったというヘレフォード城があった。たびたび侵略してくるウェールズ人を食い止め、 ヘンリー4世の応援イングレンダワーに対する、ウェールズ方面作戦などでは堅固な要塞となったが、18世紀に取り壊され、跡地は緑地になっている。バラ戦争中のモーティマーズ・クロスの戦いで捕らえられた、ランカスター家の指揮官、応援チューダー、将来のヘンリー7世紀の祖父は、ロジャー防犯教によって、ヘレフォードで処刑され、その地点には現在、プレートがある。 一方の防犯自身も、後に、オーウェンの息子ジャスパー・チューダーによって処刑されている。イングランド内戦中は支配者が幾度となく入れ替わった。1642年9月30日、ロバート・ハーリー教徒、スタンフォード・博・ヘンリー・グレイ率いる、議会派が無抵抗の市内を占領。後に、ハーバート教機下の応答派のプレゼンスが高まると、12月に、グロスターへ引き上げた。 1643年4月23日から5月18日の短期間にも、ウィリアム・ウォーラー卿を率いる議会派に短期間占領された最も大きな軍事行動は1645年にあった。1645年7月31日に、初代リーブンハク・アレクサンダー・レスリー率いる14000のスコットランド軍が市街を包囲するも、中東兵と市民の頑強な抵抗に直面。 チャールズ王接近の知らせが入った9月1日に撤退した。最終的に、死は同年12月18日に議会派のバーチ大佐とモーガン大佐の手に陥った。ヘレフォード氏の死相は1645年9月16日、チャールズ王が先の包囲における抵抗に感謝して採加したもので、リチャード一世の三子死とスコットランド軍の銃、連帯を意味する銃のスコットランド銃、 カブト飾りには、信仰の守護者としての獅子、そして、金城の入ったカブトが描かれている。あとの二つが、紋章に描かれるのは、ごくまれで、他には、ロンドン市のそれに見られるのみである。女優にして、チャールズ2世のアイジンネル・グウィンは、1650年に、ヘレフォードで生まれたとされる。他にも、オックスフォードなどが彼女の記事を主張している。 グインドーリは彼女にちなみ命名された。当地出身の俳優には他に、デイビッド・ガリック、1717 17年から1779年が挙げられる。大聖堂となりの司教官は、築造された1204年から現在までずっと使われ、続けている。ヘレ・フォード大聖堂付属学校はイングランドで、最も歴史ある学校の一つ。ヘレ・フォードの主たる、組織は、 ヘレフォードシャー議会である。市も議会を有すが、内実は市の称号を与えられた教区議会に過ぎず、権限は限られている。ヘレフォードはヘレフォードシャーの軍庁所在地である。1974年にヘレフォードシャーがウスターシャーと合併し、ヘレフォードウスターとなると、ヘレフォードはこの自治区となった。1835年の支持地大会確保までは、 自治市を形成した。ヘレフォードウスターは1998年4月1日に解散され、再び分割されたが、その際わずかに境会が変更された。新生ヘレフォードシャーは自治区を持たない単一自治体であったため、ヘレフォードも自治区でなくなった。しかし、単一自治体の正式名称は、ヘレフォードシャー軍自治区議会というわけの文化ない事態になった。 行政教区議会が市長を選出できるようになる2000年までは特命理事が認じられた。市の称号を持つ行政教区はイングランド全土でも7カ所しかない。ヘレフォード・サウスヘレフォード社選挙区選出の現職庶民委員はジェスノーマンである。イギリス全土と同じ海洋性気候で1年を通じ気温と降水量の変動が小さい。気象庁の観測所は 市外の北 8km のプレストンウェイにある。2001年には西 6km のクレデンヒルにも観測所ができた。観測開始以来、クレデンヒル観測所が記録した最高気温は2006年7月の33.6度で、最低気温は2010年12月のマイナス15.8度である。南北住間バイパスがかねてより構想され、現在は、 全長 14km の高速道路計画に固まっているものの、大倉省はその認可と費用の支出を拒み続けている。市中心部を通る幹線道に A49 号、A465 号、A438 号がある。市内には1854年に開通したウェールズマーチーズ線の駅が4駅あり、ウースターやバーミンガム、ロンドン、 マンチェスターとウェールズ南部の村々を結んでいる。かつてはヘレフォード・バートン駅という駅もあった。市内に空港はない。最寄りの空港はグロスターやバーミンガム、カーディフにある。郊外のヘレフォード空軍基地では1940年から1999年に閉鎖されるまで様々な要請書が置かれた。現在、市内には SAS が駐屯している。 果樹園が広がるヘレフォードシャアでは、その他の重工業や軽工業と並びシードル生産が盛んで、多くの醸造所や関連施設が立地する。市内では、ロザーワズ工業団地に多くが集中している。ヘレフォードは2005年にフェアトレード式となった。20世紀を通じ際だった投資が行われなかった。ヘレフォード市は、構造的な停滞に直面していた。 ウースターから議会が分立した1998年から、その状況に変化が生じ始めた。多くの学校で建て替えや教育の向上が行われ、貧しい地区の学力が向上した。ヘルフォードシャー工業学校も改築された。また、国民保健サービスの病院再編事業を PFI に委託し、3病院を統合した新病院が6000万ポンドで建てられた。 この出資額は、単独案件としては、当時のヘレフォードシャー最大であった。市中心部で構想されている再開発計画は、かつては、エドガーストリートグリッドとして知られ、現在は、ヘレフォードフューチャーズが担っている。旧市街の北、およそ100エーカーの区域を対象とし、2011年から、完了までに15年ほどかかる予定である。計画には使われなくなった。 ヘレフォードシャー・グロスターシャー運河の終点地域におけ建て替えも含まれ、総じて8000万ポンドを要する。今後2年以内にバター市場が改装予定である。環状バイパス計画にはラッシュ時の渋滞緩和と郊外へのアクセスリ便性の向上が期待されている。バイパスにはロザーワズ工業団地と A49 号線を結ぶ近年開通した。 ロザーワズアクセス道が接続する。この工業団地は近年政府から企業特区に指定され、経済の促進の数千人に及ぶ雇用の創出が期待されている。ヘレフォードシャアでは地域空間戦略の一環として、2026年までに2万600個が建てられる計画だが、市内にはそのうち半数が集中する。ヘレフォードユナイテッド FC は、 1972年1月の FA カップでニューカッスルを破ったことで知られる。当時、ヘレフォードはアマチュアのサウザンプレミアフットボールリーグ所属のチームで、ニューカッスルはプレミアリーグの名門であった。チームは1972年から1997年までフットボールリーグに所属し、1976年にはその2部にまで上り詰めた。その後、 2005から06シーズンのカンファレンスナショナル王座決定戦でヘレフォードユナイテッド FC を3から2で下し、再びフットボールリーグに昇格2007から8年には1970年代後半以来となるリーグ1位入りを果たした。ヘレフォード市中心部の再活性化の一環としてクラブはホームタウンの活気づけを担っている。ヘレフォードシャーのサッカーは ヘレフォード社サッカー協会が司る。ヘレフォードラグビークラブも人気のチームで近々600万ポンドを新しいホームの建設に投じると発表した。市の北高には年に20回ほど障害競争が行われるヘレフォード競馬場がある。場内には土地活用を立案するヘイロレジャーが運営する市営ゴルフ場がある。ゴルフ場はこのかベルモント、バーギル、 ブロッキントンにも立地し、市街を取り囲む格好となっている。ヘレフォードレジャーセンター、体育館、ジム、スカシコート、屋外陸上競技場などや、ヘレフォードレジャープール、ジムと、各種プールといったパブリックレジャー施設は、ヘイロレジャーと呼ばれる NPO 法人が運営している。ワイカワで活動するヘレフォードボートクラブ、カヤッククラブを兼ねるは、 たくましい若者に人気のクラブである。グレートブリテン島で3番目に長いワイカーは、他のウォータースポーツでも使われる。この他自由クラブ、鉄道クラブ、農業クラブ、ウェールズクラブ、軍事クラブ、ホワイトクロススカッシュローンテニスクラブなど、多くのクラブや協会がある。ヘレフォードシャーに総合大学は置かれていないが、1977年まで、 教員資格を授与するヘレフォード教育養成専科学校があった。下記の5校があるヘレフォードシャーは福祉と行政の一本化の点でイギリスの先陣を切っている。2008年の初めヘレフォードシャー議会とヘレフォードシャー国民保険サービスは新種のパートナーシップを結んだ初めての地方自治体及びプライマリーケアトラストとなった。双方のトップを一人に統合し、 共同管理事ームを設けることで計画、購入、立案、訪問看護業務を一元化し、重複や無駄を省いている。ヘレフォードの中核病院は、ヘレフォードカウンティ病院である。救急車事業は、ウェストミッドランズ救急サービスが担い、ミッドランズ航空救急隊もヘレフォードシャー全域をカバーしている。民間の大手企業が病院を経営するほか、市内には、 公営、民営、チャリティーを問わず介護施設や老人ホームなどの高齢者施設が多い。ヘレフォードシャアの歴史において農業は重要な役割を担ってきた。その中心地である市内では今も家畜市は開かれる。2001年の皇帝駅流行は市場を悩ませ取引を停滞させた。市中心部の再開発のため2003年に市場を郊外に移転させる。 法案が提出された。新しい市場は2011年8月、市の近郊にオープンし、すでに以前の市場を上回る活発な取引を見せている。18世紀に始まったヨーロッパ最古の音楽祭の一つ、スリーコーラスフェスティバルは、毎年ヘレフォード、グロスター、ウースターの持ち回りで開催される。 作曲家のエドワード・エルガーは1904年から1911年まで市内のプラスグーイに今日定め、いくつかの代表曲を書いた。大聖堂の境内には彼を記念して銅像が建てられている。彼のエニグマ変装曲は市内を流れるワイカーに落っこちたダンというブルドッグにインスピレーションを得て作曲したもので、下半にはダンの木彫りの像が置かれている。 ヘレフォード警察男性合唱団は BBC の番組ラストコーラススタンディングに出演した。事前音楽学校もある。9月のヘレフォードシャービジスウィークではカウンティ全域で展覧会が開かれ地元アーティストの作品が披露される。大聖堂内の司教館など普段は公開されていない場所も特別に開放される。市内には数多くの小さなギャラリーや 芸術作品を鑑賞できる場がある。トム・クランシーの小説、レインボーシックスに登場する架空の特殊部隊、レインボーはヘレフォードに駐留している。フリーラジオ、サンシャインラジオ、BBC ヘレフォードウースターのローカルラジオ局が所在する。映画、ロニンの中で主人公のサム、ロバート・デ・ニーロは、スペンス、ショーン・ビーンを、 嘘つきをばわりするときにヘレフォードを地名を間違えながらも少し口にしている。ヘレフォードタイムズはヘレフォードジャーナルやヘレフォードアドマグを合わせて観光する主要な週刊誌である。議会もヘレフォードシャーマターズという定期購読誌を出し入る。テレビのローカル番組は BBC ミッドランズトゥデート ITV セントラルニュースから提供される。ヘレフォードはイギリス政府から 新しいローカルテレビ局の候補地に選定されている。市内の中心的な劇場、文化施設はニューヘレフォード劇場に代わって1998年にオープンしたコートヤード芸術センターである。コマーシャル街に1スクリーンのオデオ映画館があるが、シネマコンプレックスはウースターまでない。しかし、市中心部の再開発計画の一環として、2015年までに建設予定である。 駅近くに TGS ボーリング場とアドベンチャーゴルフコースがある。ホーマー街にスケートボード専用の公園が立地している。リードボーカルのクリッシーハインドを除くプリテンダーズの結成メンバーとロックバンドモッド・ザ・フープルはヘレフォード出身である。マペットのメンバー、フランク・オズはヘレフォードで出まれてからの5年間を過ごした。女優のベリル・レード、歌手のエディ・ボールディング、 サッカー選手のアーロン・ウィルディングや、コナー・ウィッカムもヘレフォードの生まれである。サラ・シドンズやジョン・ケンブル、ネル・グウィン、デイビッド・ガリックといった歴史上の人物もヘレフォードに、ゆかりがあった。アナウンサーのギルバート・ハーディングは、父が貧民用の収容作業施設の所長を、務めていた、この地で生を受けた。ロバート・クライブ司令官に仕え、 イギリス軍の初代インド方面軍司令官を務めたストリンガー・ローレンス少将も当地の出である。市内のハイタウン中心部にある白と黒の歴史的建築物ジオールドハウスは当時のジャコビアン時代の生活ぶりを紹介する博物館になっている。1874年ゴシックリバイバル様式の建物にオープンしたヘレフォード博物館。 画廊にはこの地域に関連した遺物や芸術作品、装飾芸術が置かれている。ヘレフォードシードル博物館ではガイドがシードルの製造法を説明してくれる。20世紀後半に修復されたヘレフォード大聖堂は中世13世紀のマッパムンディであるヘレフォード図を所蔵するほか、本が棚に鎖で繋がれた形の図書館で世界的に有名である。 ジョン・スキューダモアが16世紀に建てたホームレーシーハウスには現在チェーンホテルが入っている。調度品には今も当時のものが多用されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。